電波戦行くぜ。おう、チェンジソールセット、レッツゴーオン。セッション、いやでもこの大場さんに関しても僕すごく思うのが、シャリバンの時って列がめちゃめちゃねモニター越しで出てくるじゃないですか。でたまになんかね助けに来たと思ったら自分が捕まって手錠うわーみたいな、鍵を口でこうやって開けて戦ってみたいな、そこまでするなら変身してくれよって思ったりとかするわけじゃないですか。なのに最後まで変身しないじゃないですか。早くシャリバンとそのギャバン同時のないのかなって、やっぱ見てる人共闘ね、共闘が見たいよねみんなね。だけど1号2号のライダーみたいな、そう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 ちょっと見たいと思うんですけどね。あくまでシャリバンが主役で、ね、最終回まで取っといたって感じですよね。でっかい強い敵を作んなきゃいけないってことでサイコラってやつを作って、で命をなんか分かんないけど2つ分けて持ってる、なんじゃそりゃという確かに意味が分かる、ほんとそりゃ命を2つ2人を同時に倒さないとこいつは死なないそう、そうなんかエヴァンゲリオンの使徒みたいなねそう同時に倒さないとやる一生死なないみたいな、それそれなんで、だからもうしょうがないですよね。だからもうギャバンも変身していただいて、ね、ギャバンダイナミックとシャリバンクラッシュで同時に倒さないとこの悪は滅びないんだって話になって、いや、まあ、それは最終回です、ね、もう激アツですよね、それはね、拙者長着ね、2人同時変身ですよね。あんな主役が2人トランポリン踏んで宙返りして合成入ってピュー飛んでって変身するなんて今の時代まず無理でしょ。いや無理じゃないですか、うん、あの時代でもないと思いますもんね。ね、やっぱり一番のやっぱ盛り上がりというかそこですか、やっぱりそれは。そうでしょうね、やっぱそうですよね。うーん、最終回盛り上がったと思いますよ。いやすごかった。この間ちょっと見せてもらっていいですか。この間ほら、あの上げてたじゃないですか、中継時シャリバン、中継時ギャバン、かっこいい。この中大場さんよ。あ、そうなんですか。本人が入ってる最後の最後の最後、シャリバンとギャバンの同時変身は、うん、そう、大場さんが入ってるんですか。ギャバンの放送当時は入ったことなかったんだって。だからシャリバンの一番最後で入らせてあげるよってことで、そうなんですか。出番も終わったんで、あの一乗寺レスの出番終わったんで、俺はまだ伊賀での撮影残ってるっていうから俺入れてもらえなかったんだけど、うわそうだったんだ、熱っ。でもそれ、うん、だからあの高いとこからビル何階だ、4階か5階ぐらいの屋上から、うん、飛び降りるんだけど微動だにしないね、すごいですね、めっちゃこのまんまでスーッと、うー何これみたいな、面つけてこれでブレないって、あだいたいこうやってこうバランス取れながら折ってくるんだけどね。はいはい、こんな、体感がすごいんですけど、体感なのね。なるほどね、うん、個の力がめちゃめちゃ強いじゃないですか、うん、なんか装備がめっちゃ充実してるじゃないですか。かな、いやサーチャースコープ超欲しかったですよ本当に。そうなの、グランドバース、うん、ね、まずもうあれもなんかもうヤマトみたいなね、そのでっかい、ね、やつがあって、そこからどちらかというとマクロスらしいんですよ。あ、マクロスなんだ、うん、で、からのシャリンガータンクってやつが出てきて、はいはい、あれ空も飛べるし陸も行けるしみたいな、うん、元シャリアン、元シャリアン、うん、あれ超バランス悪そうなんですけど、あれもうあれは走っちゃダメな車あ、そうですよねあれね、だって跳ね上がってバイクってこう傾けなきゃさ、そうですよ、曲がっていかないのに、あれずっとまっすぐですもんね、ずっとまっすぐだよ、ね、曲がろうと思ったらガリ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 みたいな跳ねがみたいな、曲がれへんやんみたいな、どっかで突っ込むでって感じやばい。クライムマスターっていうのがすごい強いんだけど、まあ基本銃なんですけれども、5センチ輸血にも使えるこれ医療用にもなったりとかするなんかめちゃめちゃずるくないですかシャリバンって。いやそんな機能あるとは俺も知らなかったね、ま、マリオですよね確かね、あれ尾崎さんですね。そうマリオに一応対象歌手ですよ。あ、また会う日までを歌ってた方ですよ。マリオですか。マリオそうなんですか。あれが監督さんの同級生。そうなんだ。監督さんの要請で来ていただいて、いやもうこのさマリオのこれめちゃめちゃなんかね切ないんですよ。そもそもマリオがその牢から抜け出してくるんですよ。そう、それは魔王サイコからね、そのやれっていう風に命令されてから出てきたりとかするんだけれども、でも同じ伊賀の血を持ってる。そうっていうことはこことここ仲間なのにもかかわらずこことここが戦うっていうのがすっごく切ない回ですよね。すごい切ない。なんでシャリバンってこんななんか人が死んだりとか切ないシーンがめっちゃ多いんだろうって本当思うくらい、割と殺さないでほしかったキャラのうちの一人ですね。
ね、脚本が上原さんなんでね、大体どうしてもやっぱりウルトラマンに通じる、はい、沖縄の戦争の話になっちゃう。ああ、なるほど、ね、そういった思いがいろいろあるんじゃないですか。でそれで本人が歌う曲がかかってね、あれそうなんですか、挿入歌2曲歌ってるから。あ、そうなんですか。ビクトリーマーチと星空の街を歩こう。うわもう切ない、マジでそれ聞いても切ない。マリオをこう抱きかかえてこう夕日にこう歩いていくときにその曲が流れるわけですよ。本人が歌ってますよ。じゃあ子供の頃に、はい、それこそ渡さんが見てた番組ってありますか。やっぱりウルトラ Q から始まりマンセブンで帰ってきたマンあたりぐらいですかね。なるほど、帰ってきたウルトラマン、はい、ライダー見てないですか。ライダーも見てた、一番ハマってた時代。へえ。小学校2年生ぐらい。じゃあ小2で見て最初の第1話見なかった。うん、で近所の子供たちがなんか新幹線みたいなバイクに乗ったすげえやつがなんか始まったっていう、うん、それだけ聞いて初めて見たのがまあコウモリ男の話で。なるほどね。へえって感じで、うん、そっからもうハマるハマるドハマりですか。やっぱドハマだね。ドハマまた出ましたけど渡り語録がドハマ藤岡さんのやっぱあのかっこよさもね、いやかっこよかったですね、相まって。やっぱあの仮面ライダーのメンテルもやっぱすごいんだろうね。あっちの方がシャリバンより見やすいんじゃないですか、この2個こうだから。見やすい、絶対見やすいと思う。ですよね、シャリバンこうだから、こう下が見えないですもんね。そう、遠くだとこうやって見えるんだけど、こう近く行っちゃうと この辺全然見えない。見えないですよね。しかもあそこ電飾入るじゃないですか。電飾入ったら、目光ってるやつはもう何も見えない。ですよね、何も見えないですからね。ドゥルドゥーとかやってる時1、2は目ついたまま立ち回りやってんや。見ててごらん。やば、マジですか。剣でこう立ち回りやってるもん。ちょっと待って。俺目光ってもう座高位置じゃないですか。そしたらもう何も見えないでやってるんですか。ここだけ明るい。眩しくて逆に見えない。やば。なんか。小さい頃からヒーローになりたいって思ってましたか。やっぱりどっかで仮面ライダーになりたいとか、誰か救いたいとか、誰かをこう救い上げるとか、助けに行くとかね。そういうことをなんかやってみたかったんじゃないかなっていう気はしますよ。じゃあそんな渡少年が実際にヒーローになってみて思ったことって何ですか。いややっぱその通りだなっていう感じで、でも大変かなって。あー確かに大変、ね、あれをやるっていうのはすごく大変でしょ。どっか律しなきゃいけないところがあったりとかっていうか俺たちより大変です、正直、ずっと一人の話なんで。一人です。俺たちは割とメイン会があったりとかするけどずっと一人じゃないですかね。じゃあシャリバンの、まあ、始まった時は聞いたんですけど、撮影が終わった時、まあ、正直一番最初何を思いましたか。いやもうちょっとやってたいな。ああそっちなんだ。あれ終わっちゃうの、終わるのもうあと何話かやりたいなって。だって俺たちよりも1話長いですよ。51話ですよ。51話。いやまだやりたい、もうあと10話ぐらいやってたかったなとか、ね、パワフルだな。これ言える とこでいいんですけど、はい、アバレンジャー20周年、うん、これどういう経緯で決まったんですか。これはまあそうですね、まあ、監督ですよね。あ木村久志監督が声かけていただいたんで、はい、はい、でまあ、シャリバン、まあ、渡りに出したいということで、まあ、それをまた認めてくれた、まあ、東映さんですよね。じゃあ、まあ、木村さんとはどういう付き合いなんですか。木村さんはやはりシャリバンファンで、はい、下北サンデーズっていうドラマがありまして、はい、ね、それに、まあ、あのゲストで呼んでもらった時に初めて知り合ってって感じですね。あ、そうなんですか。はあ、なるほど。そっから、まあ、知り合って、そっからいろいろ役を、作品ごとによって、役呼んでもらったりして、この間も決勝アウトサイダーでしたね。はい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 、はい、もう一番最後最終回で、うん、そうですね、まあ、使っていただいてって感じですよね、うん、いやすごいな、木村さんとそういうつながりだったんですね。つながりがあったんで、で最初のなんか仕事で、でもその白亜亮が、はい、西君と一緒になってて、はい、でなんかまたそういう話でね、また東映の仕事やれたらいいねなんて話をちょっとしてって一つあって、なるほど。でその前にアバレンジャー10周年企画が10年前にできないってことになった時に、はい、じゃあその企画を変えてシャリバンネクストジェネレーションを作ろうってなって、
で、はそのアバレンジャーの人たちがみんな悪のゲストになったりとか、はい、まあ他の宇宙刑事になったりとかっていう役で全部出てくれてるんですよ。そういう流れなんですか？そういう流れで。そういう流れなんだ。いや、その今回そのお返しができてるっていう感じもあるんですね。うわー、これめっちゃいい話。あ、そうなんですか。ネクストジェネレーションでみんな出てくれたんで、じゃあアバレンジャー20周年は、まあ、僕が、まあ、出演しますってことですね。お返しですよ。すごい、なるほど。いや、熱い、この流れは熱い。すごいいい話ですね、これでもね。これは嬉しいですよ、ね。ね、うわ、いい話。だからシャレバ40周年はぜひって感じですけどね。そう、やってほしいですし、うん、またアバレンジャーとも共演したいしね。ねえ、福原くんともね、やっぱり。いや、やりたいですよ、それこそ。だってね、僕、木村さんとそれこそこの間、うん、おしゃべりさせていただいたんですけれども、はいはい、めちゃめちゃいい方ですね、あの方。優しい、そして、うん、で、特撮が多分めちゃめちゃ好きなんでしょうね。大好きです。ですよね。だからなんか、僕からすると、ああ、どうもこんにちはっていう感じだったんですけど、うん、木村さんも、どうもこんにちはみたいな感じで、木村さんもみたいな、すごい腰の低い優しい方だなと思って。顔がずっと。ねえ、すごい。このままでした。ねえ。だから、ね、いつか僕もだから木村さんとそれこそ渡さんと一緒に何か、ね、やりましょう。よろしくお願いします。お願いします。でもということでね、まあ今日はまあこうやって渡さんとね、まあいろいろお話しさせていただきましたけれども、渡さん今回も本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、ということで今日のゲストはですね、伊賀伝役の渡博さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バッセクシャー、チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。